メリカのいいとこは誰も気にしない僕のこと。手拍子を3でいきましょう。キリサワサトシさんです。初めまして、キリサワです。よろしくお願いします。なんでかっていうと、その叩いちゃうと伝わらない部分が増えちゃうんですよ。大事なことって上に見えてたり聞こえることだけじゃないんですよ。その話を伝えるために僕はわざと叩かなかったのと、2週間も歌も触ってないんでっていうことです。普段どんな練習をキリサワされてるのかと、はい、多分みんな気になる話で、まあ、さっき実はレッスンで言ったことと全く同じことで、僕は朝起きてから寝るまでがドラムの練習だと思ってます。常に生活にリズムを感じてるんです。極端なことを言うと、歯磨きしてる時もどっかリズムがかかってるんです。シャカ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 、これ16番持ってたら考えないんですけど、何か体の中にリズムが流れて僕は起きてから寝るまで過ごしてるんです。これちゃんとコンセプトがあって、これがあるからドラムの練習しなきゃいけないと思ってドラムセットに座って練習するのではなくて、朝起きてから寝るまでずっとリズムのことを考えて、まあ、オタクなんですね、簡単に言えばね。僕ずっと本当にそのいいドラマになってお金を稼ぐためにはが、そのどうしたらみんなに雇われるドラマになってとか全部ひっくるめて、もう僕は起きた時から寝る時まで階段とかなんて最高の練習場所なんですね。階段上がっていく、階段上がった時はグループ、僕超グループするんですよ。僕歩いてるのが一番グループするんですよ。で、グループ歩きグループ。歩かない人手挙げて。歩いてる時グループしてる人手挙げて。はい。そう、だから僕は歩いてる時は常にグループしてるんです。常に走る時もグループしてます。喋ってる時はちょっとまだ喋ってる時までグループできてないな、僕は。わかんないな、でもグループしたいな。してよ、してよ、したいです、してる。でも、分かるでしょ、僕グループしてるのは。で、生活してるんで、ドラムセットの前に座った時だけ練習っていう感じではないです。それを今日、キリサワさんがもうほぼ答えを今言ってくれたんですけど、普段からやっとけと、うん、あのね、やっとけじゃなくて、そうあのね、やっとけじゃないですよ、僕好きなんですよ、もうテレビゲーム8時間ないよ。テレビゲーム8時間やるのと僕はリズムを感じてるのは僕の中では同じで、常に僕リズムを感じて生きてるのが楽しい。ドラゴンクエストやった世代、何時間でもできたじゃないですか、僕ら親に怒られるまで。だから僕、親に怒られない限り僕ずっとリズム感じてないんですよ。まあ親に怒られないんですけど、僕親日本にいるんで、だから練習してる、練習しますよ、ドラムセットの上で。だけど常に僕リズム感じてるのはもう楽しいから、これで体の中リズムが溢れてるっていうのがもう常に感じられるんで、やるべくして やってるじゃなくて出てくるものがグループ、もうあ、やべえ、今あグループしてなかったって思いますわ。あ、やべえ、グループしなきゃ。習慣にしちゃうんですよね、習慣に。例えば歯磨きしない方っていらっしゃいますよ、あんまりしない方っていう。それ嫌や、それ嫌やな。で、歯磨きしなきゃと思って、まあ、そういう人もいるな。なんかもうね、生活の一部になっちゃったんですよ、僕リズムを感じることが常に。で、歩いてる時はもう絶対にリズムを刻んでないと気持ち悪いんですよ、僕は常に歩いてる時。だからあんまり人と、まあ、常に僕こんな感じで歩いてるんですよ。今アメリカに住んでるんですけど、うちからスーパーマーケットまで踊って歩くんですよ、回って。これで僕スーパーマーケットまで毎日行くんですよ。で、レジのとこでタップダンスしてこうやって待ってるんですよ。でこうこうって、そうすると後ろのおばあちゃんとか一緒に乗ってくるんですよ。おばあちゃんの方が全然上手かったですよ、タップダンス。まあ僕も上手くないですよ。おばあちゃんはそのタップダンスの世代にいた人なんで、でタップダンスこうだったよね、え、マジでみたいな話になるんですよ。で、僕さっき東京駅でそれやったんですよ。っていう、これがね、アメリカのいいところ。誰も気にしない、僕のこと。僕が踊りながらスーパーマーケット行こうが、レジ待ちでタップダンスしてようが、誰も気にしない、むしろ参加してくるぐらい、はい、それぐらい僕あのアメリカ好きなんです。僕なんで朝起きてから夜寝るまでがリズムかっていうアイデアはどこから得たかっていうと、アフリカなんですね。アメリカに行ってアフリカってちょっといつもなんかよくわかんないんですけど、アフリカなんです、リズムの起源っていうのは。今にある、今現在にある音楽の元ってヨーロッパの音楽がアフリカと出会ってアメリカで発展したのが音楽の大雑把な流れっていうのは皆さん分かってもらえた。あるピアニストが言った言葉なんですけど、残念ながら
僕は残念ながらという言葉でスタートしなきゃいけないって言ったんですね。アメリカの、アメリカ、僕がいるアメリカの音楽教育には重大な欠点があって言ったんです。欠陥がある、欠陥があるって言ったんです。僕その時に口がえってなっちゃって、その時僕何百万使ったと思ってんの、アメリカの音楽教育に行くためにって思って。それはリズムを紙で勉強してしまったっていう、紙に書いてある音符でリズムを勉強してしまったっていうことが最大の欠陥だってアメリカで言ってるんですけど、譜面分かるよね、四分音符、八分音符とか分かる人は。ってのはヨーロッパから見たリズムの説明の仕方なんですよ。アフリカ人が、さっき言ったね、ヨーロッパの音楽がアフリカと出会って、まあ、50-50 でアメリカで発展したのが音楽の、今の音楽の基礎っていうんだったら、ヨーロッパから見ただけの勉強方法で僕ら勉強してきてしまったんですよ。これが最大の欠陥だって言ってるんです。で僕らは今はほぼ世界のリズム教育は全部ヨーロッパが作ったリズム教育なの。でもさっき言った通り、音楽っていうのはヨーロッパから来たのとアフリカから来たのが合流して合体してアメリカで爆発的に広がった。それを僕らが輸入して今の音楽、どんな音楽、今や皆さんがやってる音楽、ドラムセットはこんなのアメリカが作ったものなんだよ、ね、全部がアメリカで発展したわけ。その2つのもと、ヨーロッパ、アフリカ、だけど僕らはヨーロッパしか勉強してない。だけど僕らは今までドラムやってきて、リズムを四分音符打ちましょう、パンパンパン、八分音符がこの裏ですっていう練習方法を僕は2年前までずっとしてきたんです、ずっと。で、さっきの言葉に出会ってアメリカの音楽教育には重大な欠陥がある。500万ぐらい多分その時使ったんです、僕人生で音楽のためにね、アメリカ行ってから。それなのに欠陥があるって言われてしまって、僕はもう死ぬかと思ったんですよね。で、それがアフリカを勉強してないってことなんですよ。ミックスさせなきゃいけない、片方で。僕らはヨーロッパのことしか知らないんです。で、じゃあさっき言った 50-50、 じゃあアフリカからリズムを見てみようって話したんですね。アフリカっていうキーワードを見つけたんですよ、アフリカっていうキーワードで。そこからどうやってアフリカを勉強しようと思ったときに、まずアフリカのダンスを見まくったんですよ。ダンス、アフリカのダンスってわかる？わかんないよね。アフリカダンスを山ほど見まくったんですよ。ダンスってリズムと関係なくないじゃないですか。ダンスとリズムっていうのはすごく密接な関係になったことはもうすぐ気がついたんですよ。ちょっとこれを見ていただきたいんですけど、今から流すのはアフリカのダンスコンテスト。こんな映像を日本で流せると思わなかったな。ちなみにこれが僕のメトロノームです。僕はこのリズムを聴いて練習してます。皆さんリズム聞こえました？そうそうそう、いろいろかまして、まだこのグルーヴが流れてるの分かります？聞こえますな。これが何のリズムかっていうのは僕すぐ分かったんですね。これはもう行進のリズムですね。前にどんどん前にこうやって進んでる。これから僕は歩きってヒントをまず得たんですよ。歩く、まずは僕この頭の中で、僕はあん中にいるんですよ。僕はあん中にいるんですよ。あん中に僕いるんですよ。そこまで自己陶酔するんですよ。オタクでしょ、絶対分かんないでしょ。僕はあん中に行きたいんです。僕はあのもう全部脱いで腰巻き履いてあん中に行きたいの。あん中でリズムを僕は感じたいんです。で、彼らのリズムが欲しかったんです。なんでかっていうと、アメリカの音楽は、僕がいるアメリカの音楽はヨーロッパの音楽が半分、アフリカの音楽が半分なはずだから、はずだから。彼らはドラマーでもないし、あ、分かんない、ドラマーかもしれない。だけど強烈なリズムを刻んでるの。で、このままドラム叩いたらさ、グルーヴしないわけないっていうのが分かるかな。だから僕はあん中に行きたいよね。今日みんな帰ったら僕の YouTube 探してみて、チャンネル登録してコメントしないと奥先生が後で大変なことです。そういうオチ、はい。